ノットリブズ・ノットライブスは、カラスマ・ワタルによる日本の漫画作品。月刊コミック電撃だよう2011年8月号から2016年12月号まで連載された。ゲームを自ら作成するほどゲーム好きな高校生、三上茂は、誰も見たことがないゲームを作ることを夢に見ていた。ある日、ゲーム作成資料の購入の帰りに、電車でゲームの入った紙袋を落としてしまい、 中身を散乱させてしまう。そして帰宅後、家で購入したものをチェックしていると、見知らぬディスクが紛れていることに気づく。そのディスクに触れた瞬間、シュゲルは見知らぬ少女の中に転送され、ゲーム、ノットアライブへと参加することになる。シュゲルたちが初めて行ったイベント戦。後日の参加者は、プレイヤーネームではなく、その場だけの通称。清田と、 その代理人であるマックスとパックスを筆頭としたノットアライブプレイヤーの集団。バトルに勝ち、クリアを目指すプレイヤーたちとは違って金を用いてゲームクリアを目指している。作中では1ポイントあたり約1000円でポイントの買い取りを行っている。2012年1月27日。 発売 ISBN978 から4から04から88万6282から、02012年7月27日、発売 ISBN978 から4から04から88万6846から42012年4月9日、発売 ISBN978 から4から04から89万1455から、 例2013年9月27日、発売 ISBN978 から4から04から89万1939から52014年4月26日、発売 ISBN978 から4から04から86万6463から92014年8月27日、 発売 ISBN978 から4から04から866,846から02015年1月27日発売 ISBN978 から4から04から869,134から52015年8月27日 発売 ISBN978 から4から04から865,291から92016年2月27日発売 ISBN978 から4から04から865,717から42016年12月17日発売 ISBN978 から4から04から892,293から7 ありがとうございます。